23-24バロンドール満場一致でこの男、誰もが納得の比較画像がこちら。ロドリアナ、これはロドリで決まりです。ロドリかクロースなら満足、ビニはありえん、誰がどう見てもロドリ一択だろ。ビニシウス得点数以外魅力ないやん。ナメプで相手選手とサポーター煽ってなんか言われたら急に被害者ずらする人にバロンドールは向いてない。クロースとジュードはそれに値する。ビニはよくわかりません。ロドリの活躍は素晴らしいがバロンドールはマドリーと決まっている。EPL の選手がバロンドールを獲得するのは困難です。ロドリが受賞すればマドリディスタ以外は納得するはずだ。ビニが受賞すれば世界の半数が頭を抱えるだろう。ロドリは素晴らしいパフォーマンスを継続しているが6番の選手はこれを獲得するのが難しい。6番タイプがバロンドールを最後に獲得したのはいつですか？フィニッシャーが有利なのはごく自然なことです。ビニシウスは慈善活動を行う素晴らしい人間ですが試合中はそうではないのでこれに値しない。今年はクロースでいいよ。